言えばいいだろう。電気をかけたきゃそう言え。友達が困ってんだ、助っ人団は助ける。友達ペンキぐらいかぶってやるっつってんだ。いじめる方はいつだって冗談、でもいじめられる方はいつだって本気だ。わかんねえっつってんだろ。だけどよ、お前は今不幸なのか。自分で勝手にそうなってるだけじゃねえのか。いっぱい人を傷つけてきたって、それじゃお前は傷ついてないってのかよ。今のままでいいんだよ、勝手に変わんな。助っ人団にはお前のそのバカみてえな強さが必要なんだって言ったろ。拙者は侍、かける命はもとより一つ。命がけの友達に、いや惚れてる女に頑張れの一言も言えねえで、鶴折って神頼みか。笑わせんな、一緒に戦おうとはしねえのか。おめえが難しい顔してると仲間が協力しづるんだよ。一人でやろうとすんな、みんなでやれ。まあ俺にはよくわかんない世界だけど、怖くなる気持ちはわかるよ。人と違う道に進むんだしな。でも少なくとも自分が行動しない限り可能性はゼロなんだ。夢を叶えられるのは本人だけだぜ。俺はまだガキだから正直恋とかもよくわかんねえ。でも俺もいつか好きな人が現れたら、そんな風に強く思いたい。いいか大輔、困ってる人に手を差し伸べられるような強い人間になれ。いや俺は本当にラッキーだ。いろんな人たちに支えられて助けられて生きてるだけでラッキーだ。もう大丈夫、いろいろあってちょっと分かった。俺はいろんな人の手助けのおかげで生きてんだよな。母ちゃんがいるから今の俺がいる。親になってくれたのが母ちゃんでよかった。俺は本当にラッキーだ。あんたに何がわかる。どんだけ頭いいか知らねえけど、勝手に俺たちは語るんじゃねえ。そして少しずつ自分が変わっていけば、欲しかった友達もできるかもしれん。それはアホみたいな奴らばっかりかもしらん。せやけど絶対変わるって、変わらなあかん。仲間は宝だ、助け合って絆を大切にしろ。人に裏切られても自分は絶対裏切るな。そして困っている人がいたら通り過ぎるな。楽しくなかったよ、いっぱいすりむいたし。でも一点取ったんだ僕。力をつけるために行くんだよな。だったら必要なのは実力じゃない、勇気だろ。普通の道に進むのもいいさ、それがあんたの本当に行きたい場所ならな。でも普通の道だってみんないろんなところで決断しながら不安いっぱいに進むんじゃねえか。自信なんてみんな最初から持ってねえよ。実力の世界で生きていくとか、そりゃ茨の道かもしんねえけどさ、何かを成す人間ってのは人生のどこかで必ずでっかい決断をしているはずなんだ。バカ者、試合に負けたのは拙者が弱かったからだ。しないのお前のせいなどではないわ。俺が占いを信じない最大の理由は、占い師が外れた責任を取らないからだ。運命が決まっているなんて冗談じゃない。僕にはよくわからない、本当はどうすべきだったのか。決して正義ではない。でもただ僕は仲間を傷つけた奴を許せなかった。昔の僕だったらお前のことなどとうに見捨てていただろう。でも今は違う、昔とは変わった。僕はお前を見捨てないと決めたんだ。仲間だから捨て捨てないぞ。僕は見捨てないと言ったんだ、勝手に捨てさせないぞ。一生懸命なのはわかるぜ。でもな、ものか昔のことまで忘れることはないんじゃねえか。そこを否定しちまったら、その時大切にしていた人たちも否定することになっちまう。そいつはちょっと切ねえわな。俺は